皆さんこんにちはただいまから礼拝を始めますはじめに総楽をしていただきますので黙祷いたしましょう 少子詩篇片133篇1節から3節見よ兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ何という楽しさであろうそれは頭の上にそがれた尊い油のようだそれはヒゲにアロンのヒゲに流れての衣の襟にまで流れ滴る」。 それはまた、シオンの山々に降りるヘルモンの梅雨にも似ている。主がそこに、常しえの命の祝福を命じられたからである。はい、では、ご一緒に賛美をいたします。賛美歌百十二番、慈しみ深き。ご一緒にお歌いして、主を褒めたたえましょう。 一緒に主の祈りを祈りいたし主の祈りりし主の天にまします我らの父よ願わくは皆を崇めさせたまえ三国をきたらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに罪を犯す者を 我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりアーメン。続いて人信条を告白いたしましょう人信条我は天地の作り主 全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は精霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりえり、天に昇り、 天皇の父なる神の右に座してまえり賢より来たりて生ける者と死ねる者とをさばきたまわぬ我は精霊を信ず聖なる行動の境界生徒の交わり罪の許し体のよみがえり残しへの命を信ずアーメン。お祈りいたします 愛する天のお父様、あなたの尊いみのなあがめ賛美いたします。あなたの恵みをいただき、すぐる一週間守られ、こうして週の初めに兄弟姉妹と共に礼拝を捧げることができます。この恵みを感謝いたします。主は私たちを愛し、一人ごイエス様をお使わせくださいました。私たちはイエス・キリストの恵みにより、こうして罪の中から救われ、今神様の子供とされていることを感謝いたします。そして、 礼拝のために加えられていることを感謝いたします。主こそ神です。私たちが礼拝すべきお方はあなたのほかにありません。あなたは私たちに良いものをくださるお方、最善のものを与えてくださるお方です。そして愛を持ってこの地を治めておられるお方です。主よ、どうぞ大いなるお方、私たちの救い主なるお方が崇められますように、この礼拝も始めから終わりまで主ご自身がこの中心にお立ちくださり、 私たちが捧げる礼拝をお受けください。また一人一人に神様の恵みと平安が与えられますように。主よ、今、ご高齢の方々、また病,病の中の方々のことを格別思います主よ、どうぞあなたの平安と癒しがありますように。主よ、えー、今朝、愛する姉妹がお目さりになられましたけれども、えー、主は、えー、一番良い時に。 一番良いいここととををなさるるお方であることを私たちは知っていますべてのことには時があるということを私たちは御言葉から知っています。主よあなたがこうしてお選びになったこの時、そしてあなたが最善してくださる時であることをもう一度覚えます。しかし主よ、えー、ご家族の上に、また、また、兄弟姉妹の中に、本当に悲しみがありますけれども。 主の平安と慰めが上より豊かにありますようにお願いいたします。主よあなたに今より頼むものは決して見捨てられることはないことを、どうぞもう一度私たちは覚えます。どうぞ信仰を強めてくださって、一人一人がもう一度御言葉に固く立って、平安をもって、また希望をもって歩むことを得させてください。この礼拝も始めから終わりまで、主の臨在をもって導いてください。私たちもこの礼拝を通し、 今一度、えー、御言葉によって強められ主御自身が共に歩んでくださっていることを確信し残りの生涯も私たちもイエス様と共に歩むことを得させてください主よこれからの時一切をあなたを見てにおいだにします尊いイエスキリストの皆によってお祈りしますアーメン、はい、では聖書を拝読いたします 本日の聖書はヨハネの福音書10章19節から30節ヨハネの福音書10章19節から30節拝読しますこの御言葉を聞いてユダヤ人たちの間にまた分裂が起こった彼らのうちの多くの者がいたあれは悪霊につかれて気が狂っている どうしてあなた方はあの人の言うことに耳を貸すのか他の者は言った。これは悪霊につかれた人の言葉ではない。悪霊がどうして盲人の目を開けることができようかそのころエルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの廊を歩いておられた。それでユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。 あなたたはいつまで私たちに気をも,ませるのですかもしあなたがキリストならはっきりとそう言ってくださいイエスは彼らに答えられた私は話しましたしかしあなた方は信じないのです私が父の皆によって行う技が私について証言していますしかしあなた方は信じませんそれはあなた方が私の羊に属していないからです 私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。さらに彼らをお与えになった父は、 私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰もすべ、誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つです。はい。以上です。では、御言葉を取り継がせていただきます。では、一言お祈りいたします。天の父様、あなたの皆を崇めます。 これかから御言葉を開かせていただきます今日の御言葉も主ご自身を語りくださり私たちに真理を示してくださいこのしもべを十字架の陰に隠して主ご自身の栄光だけを表してください一切を見てに委ね尊いイエス様の皆によってお祈りいたしますあン <laughs> 今日のテーマは「奪い去られない救い」です奪い去られない救いですね えー、今日のテーマなんですけどねこう、救いが奪い去られるのか、救いを失ってしまうことがあるのか、えー、ということですねあの、イエス様を信じて救われた、そして、ね、救われた喜びを、ね、本当に感謝していたのになぜか救いを失うんではないかって、そんな不安を持っている人、時々見かけます。 天国行く約束をいた,だいたにもかかわらず何かねあの自分の普段の生活を顧みてこんな自分で大丈夫かなってまた失敗をしてしまった罪を犯してしまったこんなことをしてたら本当に天国入れるんだろうかって心配してしまう人時々いらっしゃるんですけれども人間はねもともと弱いものですから失敗もしますす神様がしてはならならいとと言われるような罪を犯すこともあります。 しかし、救いに関して、救いに関しては、神様の一方的な恵みによることで、そして信仰による、恵みにより信仰によって与えられる約束です。ですから、この救い、神様が一旦あなたを救うと約束してくださったことは、決して変わることがないということを、 今日の御言葉からしっかりと覚えていただきたいと願っております。そしてね、あの救いがもう失われることはない、天国の約束がもう絶対だということを確信することができるようになるとね、この地上の生涯、神様の子供として希望を持って歩むことができるようになります。もしもね、確信がなかったら、本当にこんな自分が天国に入れるだろうかって。 天国の門が途中で閉ざされるんじゃないかと、ね、ドキドキしながらね、不安でいっぱいな生活をするかもしれませんけれども、この約束は決して変わらない、救いは決して奪い去られないんだということを確信するときに、みんな神様の子供として、光の子供として歩むことができますので、しっかりと今日の御言葉を覚えていただきたいと願っています。書ヨハネの福音書10章 19節から30節、ま、ず19節からら節節節節まままずでお読みします19節この御言葉を聞いてユダヤ人たちの間にまた分裂が起こった彼らのうちの多くの者が言ったあれは悪霊につかれて気が狂っているどうしてあなた方はあの人の言うことに耳を貸すのか他の者は言った これは悪霊につかれた人の言葉ではない悪霊がどうして盲人の目を開けることができようかはいここまでです、うん、この言葉って出,出てきましたけれどもイエス様がユダヤ人たち彼らに語った言葉ですねえその前にね、イエス様は生まれつき目が見えない人彼の目を開いてくださったんです しかしそれがね、信じられないということで、ユダヤ人の指導者たちは、えー、お前は絶対に元から見えていたんだろうとかね、あの男は目を開けたと言うけど、そんなことあるはずがないとか、えー、いろんなことを言ったわけです。そしてイエス様のところに来てね、私たちも目が見えないのかってそんなことを話していました。そしてイエス様はね、私は良い羊飼いですということをおっしゃったんですよね。そして、えー、イエス様は 羊のために命を捨てる、そしてまたこの命を再び得る、そのような権威を私は持っているんですよということをおっしゃったんですね。えー、人間にはね、そのようなことは到底できません。自分から命を捨てる、そしてまた再び得る、これは命の源であるお方。 命そのものであるまことの神様でないとできないことです。ですので、そのような言葉を聞いて、この男はやっぱりおかしいと。そのようにユダヤ人たちの多くが、えー、イエス様のことを、えー、悪霊に疲れているんだと。悪霊の頭そのものじゃないのかというそんな勢いですよね、えー。そのようにしてイエス様を、全くイエス様の話をもう全く聞かない。 もうあんな男の話なんて聞く必要全くないだろうって、すぐにでも捉えて処刑してしまえというね、そういう人たちが怒ってくるわけです。そっちが大多数。それに対して、少ないながらもある人たちは、イエス様が生まれつき盲人だった人の目を開いてくださった、これは悪霊にはできない技ではないのかということをね主張するわけです。ですからそのような 目に見える事実それを通してイエス様は神様から使わされたあの約束のキリストなのだというふうに考えるそのようなユダヤ人の指導者たちもいたわけですそのようにしてイエス様の話を聞くたびにユダヤ人の指導者たち彼らの中では分裂が起こっていくんですねそのような混乱が起こっている中でえ冬がやってきます 22節から30節,22節,から30節そのころエルサレムで宮清めの祭りがあった時は冬であったイエスは宮の中でソロモンの廊を歩いておられたそれでユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった「あなたはいつまで私たちに気をもませるのですかもしあなたがキリストならはっきりとそう言ってください」 イエスは彼らに答えられた。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。私が父の皆によって行う技が私について証言しています。しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。 そして彼らは私,についてきます私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つです。 です <laughs> えー、イエスは宮清めの祭りの時にソロモンの路を歩いておられたということが書かれています。時は冬。えー、今で言うとねあの、ちょうどクリスマスの時期にいます。クリスマスの時期。ご存知の通りね、イスラエルの人たち、ユダヤ人たちはクリスマスをお祝いしません。<laughs> クリスマスをお祝いしていません。<laughs> なぜかというとね、生粋の,のユダヤ人たち、彼らはね、 イエス様は拒否したんですよねなので、えー、イエス様がお生まれになったキリストが来たということを、ね、まだ認めていないんですね。ですので、えー、クリスマスをお祝いする、違法人たちがお祝いする12月の25日、この日にクリスマスをお祝いするようなことはしません。しかし、ちょうど同じ時期に、ね、この宮清めの祭りというのが行われています。これはあのイスラエルがまた バビロンから帰ってきた後ですね、その後また侵略されます、違法人侵略され、そして神殿が違法人によって怪我されてしまう、豚、えー、とかのね、けがれた動物がの祭壇に捧げられたりして怪我されるわけです。このような大きな屈辱を受けたイスラエルの民ですけれども、反乱を起こし、そして違法人を追い払い、そして神殿をもう一度清めた。 それがこの宮清めの祭りになります。そのときから、ね、この祭りはお祝いされているんですね。そのような祭りのとき、それが今でいう私たちのクリスマスの時期ですけれども、えー、彼らはユダヤ人たちはハヌカーといってこの祭りを祝っております。えー、そのようなとき、イエス様はソロモンの牢を歩いておられた。えー、このソロモンの牢なんですけれども、 うん、たくさんのラビがそこで説教しています。もうたくさんの人が集まってきて、えー、またラビの話を聞きたいという人も、ね、集まってくる。そこで、えー、ラビはお話をするわけですね。聖書について語るわけです。それぐらい人通りの多いよく目立つ場所、そこをイエス様は歩いておられたんです。なんかね、不思議な感じしませんですかあのイエス様をね、 ここで捕らえて殺そうという人たちがいっぱいいるんですよね。今まで見てきたところで、もうユダヤ人の指導者たちはなんとかあのナザレのイエスを捕らえてしまおうと言っているのに、イエス様は堂々とこの祭りの時に、人がいっぱいいる時にね、人がいっぱい集まるソロモンの廊を歩いておられるんです。イエス様は決して、えー、隠れることはなさいません。そして イエス様の時、十字架の時がまだ来ていないということをイエス様はご存知なんですよね。ですから、まだ彼らの手に渡されることはない。そして、今の残されたこの冬の時、これはね霊的にも冬なんですよね。彼らの信仰、ユダヤ人たちの信仰が本当に冷え切っているこの時、イエス様は一人でも多くのイスラエルの民が、ご自身の民が救われるようにと、こうして、 出て行って、そして復員を語ってくださっていたわけです。そのようなイエス様をユダヤ人たちは取り囲むんですね。本当に怖いですね。<laughs> イエス様を取り囲んで質問をします。お前は本当にキリストなのかキリストだったらはっきりとそう言ってくれって。というふうに、ね、質問するんですけども、イエス様は もうご自身がキリストであるということは何度も何度もご自身の口から語っておられます。また、あの技によっても信じなさいとおっしゃった通りね、いろんな印を見せてくださったんですね。過去にもエルサレムで行われている祭りには、イエス様が来てはそこで奇跡を行って、そしてイエス様こそ約束のキリストであるということを多くの人が信じたんです。しかしか このユダヤ人たち、ユダヤ人の指導者たちは、イエス様がキリストであるということを決して認めようとはしませんでした。えー、言葉を聞いても、またはその技を見ても、イエス様をキリストとは認めなかった。それはなぜかというと、えー、彼らはイエス様の羊ではない。イエス様に属さないものだから。 だから彼らは決して、えー、従おうとしないんだ、受け入れようとしないんだということをイエス様は,はっきりとおっしゃったんですね、えー。でもこのユダヤ人の指導者たち、かなりしつこいですよね。もうね話を聞く必要があるだろうか、そう言ってるにもかかわらずイエス様のところにやってくるってね、なかなかしつこいんですけども、それはただ単にあのイエス様からね、何か言葉を聞いて、そこで、 罪人である証拠みたいなもの捉える理由を見つけたかったただそれだけなんですよだから彼らは取り囲んでそしてイエス様を何とか罪人に仕立て上げようとしていたんですしかしイエス様はそんなのに決して屈することなくねあなた方は私に属するものではない私の羊ではないんだということをはっきりおっしゃいましたえこれ結構ね厳しい一言なんですあのというのは イエス様の羊っていうのは神の民ですよ。神様の民。神様の養の中にある羊ですからね。神の民です。イエス様の羊というのはそういうことですね。イエス様が牧者となって、そして養っている羊。それは神様の子供たちです。しかし、イエス様はこのユダヤ人の指導者たちに、あなた方は、 私の羊には属していないとおっしゃったんですね。ということはユダヤ人の指導者たちパリサイ人、立法学者、祭司たち彼らは,見た,目は見た目は神様にしっかりと仕えている敬虔なユダヤ人、ユダヤ教徒、神の民のように見えるんですがその実、決して神様を愛するものではない。 また神様から愛されているものでもないということがここではっきりと宣言されているわけですではこの指導者たち彼らは何を愛していたんでしょう彼らが愛していたのはこの世です神様ではなく世を愛していたですからイエス様のことを約束のキリストであると 悟ることととがでできなかったというここすねこの世を第一にしていた人間を第一にしていたまた自分の、えー、富とか地位とか、えー、そのようなものを第一にしていたためにイエス様が一体どういうお方なのかイエス様が我々が待ち望んでいたキリストだということを 彼らは知ることができなかったんです全然違うところを見ていたためにそして神様の羊ではなくこの世の奴隷罪の奴隷となっていたために彼らは真理を見つけることがでできなくなくっていたんです。それをイエス様は,はっきりとおっしゃいましたあなた方が私を信じることがないのは 私の羊に属さないからだと。そして、イエス様は、イエス様を信じる人たち、指導者たちは全く信じなかったんですが、イエス様をキリストと信じる人たちに対して約束をしておられます。それが、永遠の命を与えるということです。イエス様をキリストとして信じ、従うなら、その人には永遠の命を与えますと。 のようにイエス様は約束してくださっていさらに永遠の命を持つご自身の民を誰もイエス様の手から奪い去ることはできないのだと宣言されましたとても重要な宣言ですね、えー、それだけではなくてイエス様をお使わしくださった父なる神様この偉大なるお方も イエス様を信じた人たちを守ってくださっているその見てから誰も奪い去ることはできないのだとおっしゃったんですイエス様を信じ永遠の命を与えられた者はもはや滅びることはありませんそしてこの世の者がいくらイエス様の手から信徒たちを引き離そうとしても誰も奪い去ることはできない イエス様の手から奪い去ることはできない、父なる神様の見てから奪い去ることはできないのだ。そのようにイエス様は、ね、はっきりとおっしゃってくださっています。そして一番最後にはね、イエス様は私と父とは一つですとおっしゃるんですね。一つである。これはもうイエス様ご自身が真の神様であるという神聖宣言ということですね。さすがにこう言われるとね、ユダヤ人の指導者たち、もう。 怒りです彼らが一番嫌うことは人間が自分のことを神だとすること自分たちが礼拝している神様を冒涜することだそれはもう死に値するということです,、ね、ですから彼らが一番嫌っていることを、ね、イエス様は,はっきりとおっしゃるわけです最終的にイエス様が私がこれですって私が神様であるということをねおっしゃった それを理由にして、えー、ユダヤ人の議会はイエス様を死刑に定めたわけですけもうイエス様はここでもはっきりとね、私と父とは一つであると宣言しておられます。そのように、イエス様は権威あるお方、命あるお方、命を与えることができるお方、そして命を与えたものを決して誰にも奪われるようなお方ではないのだということを、ここではっきりとおっしゃってくださっています。 そして今日覚えていただきたい御言葉、えー、28節と29節ちょっと長いんですけど28、29お読みしますね。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなくまた誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。 私に彼らをお与えになった父はすべてに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。はい、以上です。え29節は、役によっては、えー、父が私にお与えになったものはすべてに勝って偉大であるというふうに訳されることもあります。えー <laughs> でですがここはどううしょうかね次の誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできないって言われているところから考えるとやはり父なる神様が偉大であるという方がいいかなというのは思わされますね、はいで。今の約束ですね、28、29のここで約束されていることこれはイエス様が信じるものに永遠の命を与える。 これは大事な約束です。そして信じる者は決して滅びることなく、その救いを誰も奪い去ることができないと言われていることです。これは本当に重要な見言葉になります。イエス様を信じても罪を犯したら救いを失うとか、そういう人があるんですね。ですから、これはね日本とかに限ったことなくて、ずっとそういうふうに考える人あります。ですからね、 もう死ぬ直前に洗礼を受けてね清められたらもうあと死ぬだけですからね罪を犯しようがないから死の直前にバプテスマを授けてくださいという人があったようですけどもそれぐらいねあのバプテスマを受けた信仰を持った後も罪を犯したら救いを失うんではないかそう考える人がね やはり結構いいるんだなとうことを思わされますまた、えー、今度はね救いを失わないようにどうしようと考えに考えた挙げく努力して奉仕にあたる人たちもいます一生懸命修行したらいいんじゃないかとかね良いことをいっぱいしたらいいんじゃないかとかいろいろ考えて努力する人たちもあるわけですそしてまたそれを推奨する指導者たちもあります 礼拝を決して欠かしてはなりませんとかね、献金を何千万円しなさいとかね、この壺を買いなさいとかいろいろ言うかもしれませんけども、そういうふうにいろんなことをさせて、そして良いことをすることによって救いを失わないようにするんだと、そういうふうに教えられ、また脅迫されることがあるかもしれません。ただ、それはイエス様の約束にはありません。今、教えられた通りですね。 イエス様の御言葉を聞くなら、イエス様が与えてくださった永遠の命、これを誰も奪い去ることはできないということ。誰も奪い去ることはできません。自分も取り去ることはできないし、そして他の何者も、それは罪であっても死であっても。 私たちに与えられた永遠の命は奪い去られることはありませんこのことからイエス様を信じた人はたとえ罪を犯したとしても救いを失うことはないということはねわかるかと思いますですからイエス様を救い主と信じたならイエス様が自分のために天に住まいをしてくださっているということこれはね 疑う必要はありません。もう天国を行けるんだろうかどうだろうかというのは不安に思う必要は全くありません。ちゃんと皆天国に入ることができます。天に住まいが用意されています。すべてに勝って偉大な神様が永遠の命を奪い去られることがないようにあらゆるものから守っていてくださいます。ですから何の心配もありません。 ただ、私たちはね、弱いものですから、失敗もします、罪も犯してしまいます、イエスも信じ、そして、バプテスマを受けた後であっても、罪を犯すこともあります。信仰が弱って、御言葉を疑うこともあります。迷い出ることがあるかもしれません。バプテスマのヨハネですら、やはり信仰が弱ったということがあります。捉えられて、牢獄に捕らえられて。 私たちが待ち望むのはあなたですかってイエス様がキリストであると人々に指し示していたにもかかわらずねやはり信仰が弱ってしまうことがあったんですねあのバプテスマのヨハネでも信仰が弱り御言葉の約束を疑うようなことあるならば私たちもそういうね弱さがあります当選のことですしかしそうして迷った時そして 何かの弾みでね、もう神様なんか信じられないと言ってね、家を飛び出してしまう、神様の身元をね、飛び出してしまって、ちょこっと放灯してしまうことあるかもしれません。そのようなとき、良い羊飼いであるイエス様が、迷子の子羊を命がけで探してくださっているということを思い出してください。そして、ね、イエス様が呼びかけてくださるその御声に耳を澄ましてください。 そしてて主に立ち返ってくださいどんな失敗を犯していても私たちがその罪を認め心から悔い改めるなら主イエスの血は全ての罪を清めてくださるんです私たちと犯してきたさまざまな罪はすでにイエス様と共に十字架につけられて処分されていますだから私たちは 恵みにより信仰によって救われるんですイエス・キリストの恵みによって私たちの罪全てが現れるんです過去の罪もまた今犯している罪であってもまた将来犯すかもしれない罪も全てイエス様はすでに十字架で処分してくださっていますだから私たちは 何か失敗をしてしまった罪を犯してしまったそんな時でもイエス様の身元に立ち返ってそして悔い改める時、その罪は許されるんですそれが神様の子供です私たちはイエス様の御声に聞き従うものですこの世の滅び,の滅びにいざなうようなそんな声を信じてその偽りに聞き従う人は全くありません 私たちが聞き従うのはただ私たちの牧者であるイエス様の御声だけです。ですから今日与えられたこの御言葉を固く握ってイエス様に属している羊として私たちも残りの生涯イエス様に従い続けていきたいと願います。お祈りいたします。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく。 また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。天の父様、ありがとうございます。私たちはイエス・キリストを信じ、永遠の命をいただいた者です。私たちは神様から離れ、 希望のないものでした。身枯りを受けるべきものでした。しかし、一方的な恵みによって、私たちにも救いが与えられました。そして私たちは信仰によって応答しました。ただ、イエス様が私の罪のために十字架で死んでくださった。墓に葬られ、三日目によみがえってくださった。このお方を信じるなら、 私たちは死ぬことがなく永遠の命を持つ、天の御国に入ることができる、神様の子供にされると、この約束を信じました。今、主はその約束を必ず成就してくださるお方であることをもう一度確認しました。この救いは決して誰にも奪いされることはありません。今、私たちも様々なこの世の偽りに騙されることなく、 信仰を固く持って、神様の子供として、光の子供として、イエス・キリストに属する羊として、イエス様に聞き従い、神様の栄光を表すものとしてください。お一人お一人が、この地上の生涯、希望と平安をもって歩み続けることができますようにお導きください。尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンでは、しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。 ではご一緒に賛美をいたしましょう定価576番十字架の上にご一緒にお歌いして主を褒めた,たえましょう 下げいたしましまょう <coughs>「賛美歌547番今探ろう」歌いしながら。 礼拝する兄弟姉妹方と共に礼拝に集うことができまして誠にありがとうございました牧師を通しまして <coughs> 奪われることのない救いと大しメッセージをいただくことができありがとうございました私たちはそれに一方的な恵みによりまして救いに預かったものでありますが 世の中にどっぷり使っておりますために、信仰を誤り、あなたを見失うことがたびたびあります。トに弱いものでありますが、例えばの、御言葉のメッセージによりまして、私たちは再び勇気を持って、日々歩むことができることを本当にありがとうございます。 もうこのような状況では、とてもあなたは、私ども見捨てられたのではないか、そのような思いに駆られることもありますが、このようなことは絶対にないと、あなたは約束してくださっております。本当にありがとうございます。どうぞ、我々、誠に弱いものでありますけども、あなたに対する信仰を失うことなく、日々、 着実に一歩一歩歩むことができるように力づけてお見辞りください我々はすでに本当に恵みによりましてあなたの子供として天に住まいを持つ望みをいただいておりますどうぞそれぞれに与えられました使命を全うしてあなたが迎えてくださることを信じ 希望を持ってこの世を歩むことができますように力づけてください。そしてまだこのような恵みについて知らない多くの同胞のために私たちは魅力ではありますが働いていくことができますようにお見つください。ただいま、おさらいたしましたものは誠に少ないものでございますが、あなたからいたた一部を えー、いいめめててあなたたたのの御用のために使っていただきとございますまたどうぞそれぞれ献金された兄弟姉妹方の上にあなたの導きや恵みを豊かに与えられますようそしてこの席に集うことのできない方々を覚えますがどうぞあなたがお目けくださいますようにまた本当に しい出来事でありますがこの世を信仰を持って歩み続けた姉妹があなたの見事に迎えられましたことは本当は喜ぶべきことでありますが我々世に属する者は本当につらい状態であります。明日前夜式式また明日には特別式とは いよいよあなたがから与えた、ー、姉妹をお送りする儀式が立て込んでおります。どうぞ、指揮をなさいます、木下敦夫牧師、範子牧師をどうぞあなたが、えー、励まし強めてお持ちくださるようにお願いします。また多くの人々が参列することができるように導いてください。これらの感謝と願いを

主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が三河をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が三河をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン どうぞお座りください。以上をもちまして、本日の礼拝を終了いたします。どうもありがとうございました。